タケライは、中華人民共和国、チャンス商南京出身のサッカー選手。リーガーエスパニョーラン RCD エスパニョール所属。中国代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。上海東は上海上皇、上海海港父は、山東省出身で、南京で仕事をしていた。タケライは、南京で生まれ育ち、高素春天のキャンプにも参加したが体が、それほど、 大きくないこともあり地元南京では選抜されず、2003年小学校卒業後に、ジョネダから率いる上海ネダカラアカデミーに入った。上海ネダカラアカデミーの出身で、ユース代表で得点を量産するとともに、2006年に上海東亜に加入でデビューを果たした。なお、14歳と287日という記録は、中国リーグでの最年少デビューであり、 2010年から9年連続で2桁得点、6年連続中国人選手得点王。2013年は、上海サル戦、天津安下地戦、神田を中納戦で3度のハットトリックを達成した。2016年、2017年は2年連続で、AFC 年間最優秀選手賞にノミネートされている。本来は FW でなく2列目で、再度 MF だが、 トビアスヒュセン、ダリオコンカ、アサモア、ギャン、エウケソン、復帰と名だたる強力な外国人 FW が加入する。中でも、毎年チーム最多得点王になり続けている。2017年、リーグ戦で20得点を挙げた。2018年、甲州浮力戦で1試合4得点を達成。8月11日の上海進化戦で、先制点を決め、半方の記録を抜き。 中国スーパーリーグ通算89得点で歴代最多得点者となった。10月28日の三等路脳戦で2得点を挙げ、トップリーグ通算100得点を達成。最終的に27得点を挙げ、2006年乗り、キングの1シーズン中国人選手得点記録を抜くと、共に2007年の同選手以来11年ぶりに中国人選手でリーグ得点王となった。 RCD e s エスパニ n ール2019年1月28日、RCD s パニオールへの移籍が発表された。2月3日、ビジャレアル戦で1から2で迎えた後半途中出場しデビュー。直後にロベルトロサレスの同点ゴールを呼び込み、2から2で勝ち点1を獲得する原動力となった。さらに3月2日のレアルバラドリード戦では移籍後初ゴールを決め、 中国人選手初のラリーが得点者となった。デビューシーズンは16試合3得点、最終戦のレアルソシエダ戦で、チームのヨーロッパリーグ出場権を確定させる、追加点を挙げた。2019年10月3日、ヨーロッパリーグのチェスカ・モスクワ戦で、先制点を決め、同大会本戦での中国人初ゴールを決めた。2020年1月4日の FC バルセロナとの、 バルセロナダービーでは1から2の劣勢の場面から交代出場。後半43分に同点ゴールを決めた。2020年シーズンのエスパニオールは最下位で2部、降格してしまう。タケライは4得点でチーム最多得点者となり、ウォルバー・ハンプトン、ベシクタシュなどへ移籍の噂もあったが、チーム残留を決めた。2020、2021年シーズンは2部で、 先発の座を失い、2得点のみに終わったが、チームは、首位で一部リーグ復帰を決めた。竹雷は2009年に U-20 代表入りし、2010AFCU-19 アジアユース予選で9得点を記録。2010年とアジア選手権でフル代表に初招集され、2010年2月14日の東アジア選手権香港戦で代表デビュー。 2013年の東アジア選手権、オーストラリア戦で代表初ゴール、AFC アジアカップ2015、2019に出場。ありがとうございます。